皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校4年生の算数、大きな面積の単位の2回目です。今回は1平方メートルよりももっと大きな面積の単位について学習します。ではホワイトボードの方を見てください。はい、一辺が10メートルの正方形と同じ広さ、この面積を 1R といって、1、このアルファベットの小文字の A ですね、 1R と書きます。と 1R は10メートルの正方形ですから、平方メートルに面積を直すには 10×10 で100ですから、 1R は100平方メートルということになります。さらに大きな面積です。一辺が100メートルの正方形と同じ広さの面積、これ1ヘクタールといって、 1H とあれヘクタールと書きます。じゃあこれは一辺が100メートルですから、平方メートルで表すと1万ですね。1ヘクタールは1万平方メートルということになります。さらに大きな、100メートルはもっと長い、1000メートル、つまり1キロ、一辺が1キロの正方形、これと同じ広さの面積を1平方キロメートルと言って、そう、こう平方キロメートルと書きます。これを平方メートルに直すと、これキロメートルですから、1キロメートルは1000メートルね、一辺が1000メートルになりますよね。ですから1平方キロメートルを平方メートルに直すときには 1000×1000 という計算をして、さあいくつでしょう。100万100万平方メートル、ね、1平方キロメートルは100万平方メートル、ね、になるんですね。この大きな面積、この単位、このまとめ、ね、今日すごい簡単なんですけどね、こういうものがあるよということぐらい覚えてくれればいいです。はい、まとめ、1平方メートルは何平方センチメートルか。前回やったのはですね、1メートルは100センチですから、 100×100 ですから1万平方センチメートルでした。2番、 1R は何平方メートルか。 1R というのは10メートルの正方形の面積と同じですから、 10×10 で 1R は100平方メートルです。3番、1ヘクタール、1ヘクタールは100メートルですから、平方メートルに直すと 100×100 で、ここも1万ですね、1万平方メートル、1ヘクタールは1万平方メートル。さて、1平方キロメートルは何平方メートルかというと、1000メートル、1000メートルですから、 1000×1000 で100万、これ0でしょ、100万平方メートル、ね、1平方キロメートルは平方メートルに直すと100万平方メートル、ね、の面積ということです。今日は簡単ですけれど、まあ大きな面積の単位にはこんなものがあるということだけ分かってください。
それが何メートルの正方形か、一辺が何メートルの正方形か、それさえ覚えていればもういいです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。